ワールドサッカー実況ウィニングイレブン4。
ピッチは絶好のコンディションです。アパッショナートの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの早野博さんです。よろしくお願いします。どうもこんにちは、早野です。よろしくお願いします。マスターリーグ第1節をお送りいたします。 KCE TOKIO カルチョビニーツよ。この放送は株式会社 KCE 東京の提供でお送りいたします。チェルシー対ミラン、これが本日の対戦カードです。青いユニフォームをまとった選手たちが入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはチェルシー、ロナルド、シェルチェンコ、リバルド、ジダン、ベッキャム、ダーウィッツ、チュナム、ロベウト・カウロス、スタン、ガナラ、チラペルト。続いてミラン、アビナーティ、マルデーニ、コスタクータ、サヤ、アンブローニ、アルベルテーニ、グレイ、ヘルゼク、ボパン、ディアモフ、ウェイヤー。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。画面に向かって左から右へ攻めるのがチェルシー、反対に右から左へ攻めるのがミラン。ダーウィッツ、ロベウト・カウロス、ベッキャム、グレイ。さあフリーキックです。コスタクーパ、ディアモフ、チラペルト、キャム、シェルチェンコ、サヤ。5分経過、果敢にスライディング、短くつないでいる、これは危ない、ロビング、リバルド、ダーウィッツ、パスを回す、アルベルテーン、ミヤモフ、ワン、ツー、おっと奪った、パスをつないで様子を伺います。カット、ボパン、アルベルテーニ、細かくつないで、リバルド、ウェイヤー、ボパン、ロナルド、ヘッドで落としてスルー。さあどう攻めるのか、シュート、コーナーキックを得ました。どこを狙っているのか、ディアモフ、ジダン、素早いパス回し、シェルチェンコ、おっと奪った、カット、アンブローニ、厳しいチェック、おっとここからシュート、短くつないでいる、シュート、しかしこれは決まらず、ロナルド、ワン、ツー、つながりません。アンブローニ、パスをつないで様子を伺います。ミヤモフ、
ミラン。さあこのまま攻め上がれるか。ワンツー、体を入れてきます。セルチェンコ、大きく前方にクリア。おっと奪った、コスタクーター。セルチェンコ合わせた、インターセプト。ロナルド、シュート。アビナーキ、コスタクーター。アルベルテーニ、シェルチェンコ、細かくつないでシュート。ゴール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 、三鷹ゴール。チェルシー、ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。ロナルド、一旦戻す。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。大きくクリアしました。セルチェンコ、シュート。ゴール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 。さあもう一度見てみましょう。セルチェンコ、フリーキックを得ました。コスタクーパ、ビアモフ、チラペリト、ボパン、ガナラ。さあどう攻めるのか。ロナルド、素早いパス回し、よくしのいだ。出た。さあここからどっちだった。ゴール、アンビリバブルゴール。得点は3対0。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。シェルチェンコ、マイナス方向へのパス、ボパン、短くつないでいる。ドリブル突破、おっと倒された。フリーキックを得ました。リバル、十分狙える位置ですか、早野さん。そうですね、彼なら期待していいかもしれません。早野さん、今のシュートキーパーの頭上を大きく超えてしまいましたね。あれはちょっと狙いすぎたかもしれませんね。ゴールキックになりました。キラーパスになるのか。繋がりません。ヘッドで落とす。前半戦終了です。リザーブの選手が体を動かしています。さあ早野さん、前半戦を振り返ってどうですか。はい、見どころの非常に多い内容でした。この調子で頑張ってもらいたいですね。はい、そうですね。得点は3対0、チェルシー3点リード。それでは間もなく後半戦です。